はい、今回ですね、ペイペイの送金を電話番号で初めてやってみました。まあ、意外にも私やったことなかったんですよ。まあ、ここにね、電話番号を打てばいいのかなということで、アプリを立ち上げました。で、まあ、電話番号をね、つらつらと打つわけなんですけども、その後に金額を入力しないといけないですよね。で、送信先のお名前を確認して、5020円と打ちます。送金金額を入力ですね。その後、メッセージをね、追加することもできますし、電話番号間違ったなと思ったら、パスコードを変更することもできます。まあ、私の場合間違えてないんで、ご挨拶確認のためにメッセージを入力しようかなというところですね。これが、まあ、送り先のゆうきさんですね。ナイト2000のレプリカ作ってくださった方です。広島のナイト2000から、今回、送金をさせていただきますということで、メッセージを入力しました。で、5020円ね、お支払いしますということで、確認画面が出ました。で、Face ID で、送金、あれ、お金が足んなかった。お金が足んない場合は、ワンタップでチャージできますんで、提携の銀行から不足分を入金していただくということで、チャージが完成するわけですよね。いやー、めでたしで、今回もね、送金ができたんでよかったということでございます。では皆さんね、これを参考にしていただければ幸いでございます。失礼します。